スキンズ。え、潰れたの、佐野。俺、上下に持ってるよ。うん。佐野さん、どうやらあなたは結露する。仕組みを知らない。らしいですね。 ああ潰れたんだうんワークマンのネックウォーマーは500円で十分あったかいうんあああのー なんだろうマラソンランナーとかもよく履いてたよな一時大谷翔平のスポンサードしてたでなああ,あファミマのネックモアは,は,は俺持ってるうんくちゃんよく知ってんじゃん ワークマンのヒートテック900円今そんな値段で買えるんだへえ いや、引き出しは大してねえけどやっぱ興味あるじゃんなんかうろうろ歩き回ってるとなんかこれなんだろうなってうんえっ、ー、と 岡田由紀子が好きなら真似してビルから飛び降りてほしいな。夢を見る人形とみんな私を言うの <laughs>。 呪文ですか。はい。ウナだったら羽生えて飛ぶる飛べるぞ。そっかな。俺飛べるかな。え？じゃあ帽子変えないとダメだな。 翼を授けるるイエーイいいやろうお いや、どっちも飲んだことないんだようんみちブロック入れていいうんだから高めメチって知らねえっつうんだようんうれ ペットブルを酒で割るとうまいよ。変な飲み方すんなやめれや。うるせえな。それ傍若に教えてやれや。テンパるから。おーってなるから。ああ。 な。何を否定したの？今、何にも否定してないよ。 書くには興味がないうんだから「腹」とはコラボしないってさっき言ったろ聞いてんだろしてほしかったらもう少し俺にお願いしろよなわ分かったね 分かっていただければそれでいいですさあお借りしちゃおうかなコラボしないでいいよおおまあその気はないけどね俺はねうんあちらさんはあちらさんで頑張ってくださいって感じ うん、そっくりになったじゃん具体的にどこら辺が全然違うじゃんねえ 言ってんのかなわ分かんないんだけどギリギリ年越せそうですねあと今月の25日にキャスがお俺んとこにいくら入ってくるか にもよるけど、ね、うんお茶店で70円計算したことないいやそういう配信はやんないよ俺はそういうのは 他の配信者だったらやるかもしんないけど俺はそういうめんどくさいことはやんないから。餅の踊り食いしないな。めんどくさいもん。 ユッキー、YouTube に俺の雑に食ってる動画上がってるけど見て。もろっくそすごいぜ。うん。中が非課税してたよ。うん。 みちょもう面倒ならいっそのこと死にましょうよ死んだらあんたか刑事訴追されるようんうんそんなこと言ってたら持ちの伸びがすごかった見てんじゃねえかよ 酒がうまい。だからもみ食いとか言うな。ね。 体柔らかいよ俺うんいや準備はしてない餅をうんまあ餅は好きだけどまあ誰かにばらされとあおう

ガムではないな餅はな餅は吸い込むものだからああうん大丈夫掃除機横に置いときゃいいから。 B い,いらっしゃいお茶店ありがとうほんと毎年掃除機で命救われてるからなあ、お年寄りがなさのな うんうんまあ表面上そうなってな、ね、うん、うん、掃除機置いておくうんらしいけどな。 お,おじいちゃんのリスナーが白ブリーフ角刈りおじいさんこと鈴木凪さんにから銭を借りる知らねいうん。うん。 でもなかくちゃんな餅は細かく砕いて食ったらうまくないんだよドーンって入ってるのがいいんだよああこれねあの刻んだらうまくないんだよ餅は。 もう存在感なんだよ。うん。なんかね、ボンって入ってる方がいいんだよ。うん。砕いちゃダメだな。俺の見解的にはね。 それを吸い込みながら食べるのがいいんだわな吸い込むかな刻んでうんどうかなああ刻まないでねうんマーブやいらっしゃいでかいままうん 俺がね、好きなのはね、あの、町の蕎麦屋の力うどんに焼いた餅がボンって一個入ってるやつ。四角いやつうん、力うどん。うん。 No, そ,うそうそうそう、佐野。それよ。うん。俺はそれが好き。いや、歯なくても大丈夫だよ。うん。力うどん、あったまうもんな。 食いたたくなったでももうちょっと待っとこよ年末は年越しそばとか年越しうどんとかあるんだから今食っちゃダメなのもったいねえのなな年越しに何を食うかってまずここで俺は 鴨南蛮そばかな。鴨汁ン、せいろかなああ。ああ。そこ行くわ。ああ、俺は。うん。いや、贅沢ではないよ、別に。 いや、うまいやつかどうかわかんないけど。おぉ、カモを捕まえ、俺、それなに漁師が鉄砲で撃ってって。おいなあ。エビ天のたあったかい蕎麦がいいな。 あ兄貴天聖路にするがいいじゃんおう,うんうんカツカレーそばも良さそうあったまにしそうだな年末寒そうだしな うーん、だからこれをばをな、十割にすんのか二八にすんのかにも違いがあるんだよ。手,を手打ちでな。そうだろう俺は圧倒的に二八だけどね。普通のでいいや。 ああ普通かその普通が何をもってして普通なのか分かんねえけどうーんまあ絶対年末はそば屋混むからな富士富士そばか いいよ、そりゃ。うん。<laughs> うん吉丸。ありがとう。ハーフ、決まった。あら。1十割はボソボソする。な、それはそれでね。そば食ってるっていう、田舎田舎そばの感覚があるじゃん。 ミニオンやおう俺の実家は手打ちそばを出してたようんへそ出しとか俺を親父にやらされてたからそば打てるようん水増しも全部うん おじいちゃん、藤枝が仕事場の屋根から落ちたの知ってる知らねえや、んなの。おめえがなんで知ってんだよ。蕎麦打ち配信とかやれば。だからそういうの俺にやらして、ね。やったらまた叩けるから、でしょね。 また、なんか、エビとか、揚げて、骨折エビフライとか言い、言いたいだろやりたくて仕方ないんだよ。なあ。もう分かってんだよ。だから一切もう俺、料理配信はやめたの。絶対見せねえよ。 残念ながらああこいつはこいつにらに見せてもろくなことねえってうんありがとうございますあー税金の話はどうでもいいようん いいよ、もうさんざっぱら耐震坂で料理作ってさお前らに見せてたんだからチャーハンだろうが何だろうがさお前が、お前らがやんやんやんや言ってたんだからああこいつらはこういうやつらなんだってもう俺認識してるから。もう、 疲れちゃったんだよ。で、一生懸命やったらこうなるんだって。バカバカしいんだよ。バカバカしいよ。うん。わかるね仕入れ、仕入れし、 してさ、仕込みしてさ、一生懸命やっても、ここまで言われて、ねいや、乗り越える気はない。こんなの向き合うつもりはないよ。うん。マジで。いや、俺、エンターテインメントは、 商売だから、なるつもりはない。うん。何がさ、おめえんとこはおで話がさ、コンビニから仕入れてんだろうとかさ、もうひでえ言い方されてさ、がっかりだよ。 そんなのでさバカなのかな本当にマジでいやまあ俺んとこのおで,おでんってコンビニかよ いいやいや、言うほど開けてないようんよくそこまで言うよねってのりちゃんいらっしゃいうんまあいいんだけどね まあそんなことも言われ言われつつもうんまあ料理なんて作って出せばこうやって言われるんだなって思ってもうこんなことやってても意味がねえなって思っただけ。 いじくられるんだなって。ああ、あそばれるんだなって。もう、こんなのはやりたくねえなって。うん。ナイーブっていうか、頑張ってやる理由がないから。 小分にされたくないから。時間もかけてやってるよ。うん。ああ、言う方を、うん、攻める方はタダだからな。こっちは何時間もかけて仕入れして、仕込みやってるじゃん。うん。 もうもうもううこんなのやらねえよってうん何時間もシュうんいやうん 素人の仕込みうんもうワンオペだからね全部じ自分でやんなきゃなと思ってたから。 あ結構俺は店に通ってた方だと思うよ。うん ガチに企画しても3ヶ月で潰れるラーメン屋もあ通ってた方って客かよ違うよ、うん、自分の店だから店開けなきゃダメなの評価はしてくれる人も中にはいると思うけど、うん、まあ うなちゃんマンにしてはーうんうんやってたんじゃねえのってうん来てくれるお客さんもいたしね うんまあ感謝はしてますうんありがとうございます もうすぐ30分1くん俺さ最近言葉が出てこなくるのかなってさ酔っ払ってうんダメかな言葉が出なくなるって危ねえかなうん あー無理はしないうんありがとうもうもうお疲れうん佐野うんなんかな 脳みそで考えてることがすぐこう言葉に出ないことが多いよな。ちゃんとしねえとな。 う,ーんうんうんまあみんながね「大丈夫かよ佐野」とか言って心配かけないようにしたいんだけどねうん。 佐野からペラ取ったらどうなのウーロンうんギャルスうーんチキンをもむのかもまねえよランニング特化して健康体目指す おいよ、森ちゃんよ、俺がランニングしてシューズ履いて、この辺走ってたら、おめえら絶対シャメとか撮るだろう。佐野のやつを、ランニングしてるよ。動画とか、あげるだろ。う。外 家では走れねえだろって言うんだよ。バカか。話題性はいらないよ。うん。そういうことを求めんじゃないんだよ、俺は。うん。 家では走らねえだろ普通に年越ししてなまあ俺のまあさっきも言ったけど年越しそばはかむかむあちょっと待ってかむ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 む,む,むじゃねえなもじ るせいろ。やばいよ、もう。もんちゃん、こんばんは。部長は3月1日で4周期かな。かもじルせいろ。うん。 皆さんありがとうございますそろそろロレッティになってきたのでうん誰行かなくていいうんうん最近ね 一発6時間ぐらいは寝てるからうん佐野ちゃんねありがとね皆さん今日はありがとうございます寝すぎんのもボケるよウィッキーありがとう うん、みんなありがとね。うーん。